今朝8時、福岡市南区の福岡第一高校です。昨日までの雨も上がり、グラウンド慣らしに精を出しているのは野球部の部員たちです。福岡第一高校はこの後午後6時から系列の第一薬科大学附属高校と合同で夜の体育祭を開催するんです。本校といたしましては、夜涼しい時にですね、体育祭を行うことで、熱中症というものをもうゼロにしようということで、取り組んでまいりました。県内では今月1日、糸島市の糸島農業高校で体育祭の練習中に23人の生徒が熱中症の症状を訴えて救急搬送され、うち17人が中等症と診断されました。さらに久留米市の中学校でも先月17日、体育祭のリハーサル中に7人が熱中症の疑いで救急搬送されました。同様のケースは先月から全国でも相次いでいて、近年の気温の上昇に加え、コロナ禍で外出の機会が減ったことに伴う児童生徒の体力低下も一つの要因ではないかと見られています。明らかに昔に比べて気温も上がってますよね。そして、ジメジメした湿度で発汗しにくい状態であると、暑いところで、体温の調整ができずに体もまだ慣れてない、そういう状況が重なって熱中症の集団発生につながったんじゃないかなというふうに思います。長引いたコロナ禍も影響したとみられる熱中症の集団発生。福岡第一高校なども3年前と一昨年はコロナ感染の拡大を受けて体育祭を中止した経緯がありました。それでもなんとか高校生活の思い出を作ってもらおうと、コロナ対策を徹底した上で去年初めて開催したのが、熱中症リスクを避ける夜の体育祭だったのです。今回で2回目となる夜の体育祭、生徒たちはどう受け止めているのでしょうか。他の学校ではその味わえないようなことが多分多くあると思っているので、やっぱりそこは楽しみです。夜だとやっぱ光とかそういう昼ではない違うものがあるので、体育祭成功に向けて頑張りたいなと思ってます。グラウンドでのアナウンスや BGM など音響を担当する平井陸さんにとっては初めての体育祭、競技の進行や盛り上がりにも関わる重責を担うだけに、少し緊張した面持ちで準備に当たっていました。初めてこうやってするんですけど、頑張ってみんなのために頑張っていきたいなと思います。応援合戦はもう特にみんな一団として頑張っていくので、見てほしいなと思います。そして学校側も今年はさらに緊張感を持っています。それは体育祭がはらむ感染リスク。福岡市中央区の福岡大学附属大濠中学校高校では、今月3日の体育祭の後、新型コロナとインフルエンザの感染者が急増したため、学校閉鎖を余儀なくされました。このため今年は熱中症だけでなく、感染予防にも万全の対策を講じています。昨日より全生徒全職員朝の検温、そしてそれを各担任に報告をするというところをまず実施しております。はい、そして今日当日の朝は全員抗原検査を実施して、その陰性を確認した上で登校するというふうな対策を取っております。福岡市の今日日中の最高気温は 28.6 度なのに対し、夜の運動会が始まる午後6時の予想気温は25度。気温が下がり過ごしやすくなったグラウンドで、力みなぎる高校生の熱い戦いがもう間もなく始まります。はい、今日はですね、その福岡第一高校に中継が出ています。体育祭直前の様子を伝えてもらいましょう。長野さん。はい、福岡市南区の福岡第一高校に来ています。現在の時刻は午後5時37分、本番およそ20分前です。グラウンドには生徒の皆さんもう集合完了していまして、その時を今か今かと待っているような状況です。
さあ、この体育祭夜に行われるということで、普段使用しているグラウンドの照明のほか、レーザーライトなどの照明器具50機以上が設置されているということで、もうこちらも準備万端なんですね。福岡第一高校と第一薬科大学附属高校の生徒およそ2400人が学科対抗で競い合うということで、白熱した戦いが予想されています。それでは早速ブロックの団長の皆さんに意気込みを聞いていきたいと思います。まずは青ブロック長のギマイナ・フェリペさん、お願いします。はい、そうですね、一緒に楽しく戦って、それで最高のチームワークで勝利を目指したいと思います。続いて赤ブロックの国友さん。はい、今年のレッドブロックがですね、工業にしかできない工業らしい、武器を駆使したパフォーマンスに仕上げてきました。3つあるブロックの中でも工業は特に元気というイメージが根付いているので、その個性も生かしながら頑張りたいと思います。はい、それでは最後に井上さん。はい、今年は薬大附属が完全勝利をし、この夜の体育祭をみんなで一生懸命盛り上げたいと思います。はい、皆さんありがとうございます。頑張ってください。さあ、体育祭本番は午後6時からスタートです。番組でも中継をしますので、皆さんぜひご覧ください。それでは皆さん行きますよ、せーの、頑張るぞ。この演奏で幕を開けたのは福岡第一高校の夜の体育祭です。スタートしました。生徒の熱中症リスクを避けようと、気温が下がり過ごしやすくなる夕方から系列の高校と合同で体育祭を開催しています。今年はおよそ2400人の生徒が学科ごとに分かれて白熱した戦いを繰り広げました。めっちゃ楽しいです。楽しいです。あと夜剣士めっちゃいいです。新鮮感があります。いや、夜にしかできないことがあるんで、とても楽しいです。午後8時、日が落ちるとスタンドがライトアップされ、3面の巨大スクリーンが登場。生徒はペンライトを持ち、グラウンドはまるでライブ会場です。そんな中始まったのは、体育祭の最大の目玉、応援合戦です。構成と音楽はもちろん、照明やスクリーンに映し出される映像まで生徒たちが自分たちで考えました。車とバイクが登場したり、学生役と教師役に分かれてダンスを披露したりと、それぞれのブロックが夜ならではの演出でパフォーマンスを披露しました。そしてフィナーレを飾ったのは、花火です。およそ55発がグラウンドの中央から打ち上げられ、夜の体育祭は大盛況のうちに幕を閉じました。協力してくれた先生とか友達とかがみんなにすごい感謝だし、すごく嬉しかったし、楽しい思い出になったんで。お疲れ様でした。最後の体育祭めっちゃ悔しかったです。優勝できなくて、けど楽しかったです。
熱中症対策として始まった福岡第一高校の夜の体育祭。生徒たちにとっては忘れられない思い出となったようです。